も多く、より型のいいグレを釣りたい。グレ釣りに魅せられた釣り人なら誰もが願う共通のテーマ。しかしグレは気まぐれ、釣り人の描いたシナリオ通りに進行しないのが常。天候に阻まれ、餌取りに悩まされ、刻一刻と変化する潮の流れや打ち返す荒波、あらゆる状況の中で数を釣ってグレを知る人こそ、人よりも数多く、また大型に巡り合うチャンスも生まれる。数釣ることがグレ釣りの基本。彼らの速攻性のある状況判断と仕掛けのバリエーション、それは釣れたグレから釣ったグレへ。山本八郎、宮川明がグレ氏に送るもう一歩踏み込んだエキサイティングワールド。山本八郎のホームグラウンドの一つに、四国屈指のグレ釣りメッカとして有名な武者泊が挙げられる。この複雑な潮の流れの中で釣りこなす彼のグレ釣りは、道糸の張り、そして状況に合わせた攻めのバリエーションの豊富さに集約される。彼の数釣りの基本は、刻一刻と変化する海の状況を見極め、グレのいる棚へいかに刺し餌を届けるか、そのスピーディーな仕掛けとポイントのローテーションに注目していただきたい。紀伊半島東部をホームグラウンドに活躍する宮川明。年々型も小さくなり、釣りづらくなったと言われるこのステージで、数、型、ともに群を抜く彼の重宝は、道糸を張らずに仕掛けを自然に流す、山本八郎とは対照的な重宝である。遠投重宝と独特の二段浮きを多用し、より型のいいグレを引き出す彼の重宝に注目していただきたい。ホームグラウンドが違えば、築き上げられたテクニックもおのずと違ってくる。山本八郎が最優先するのは、活性の高いグレの口元へ確実に刺し餌を届けることであり、宮川明は両形が潜むであろう生きた潮を探すことという。潮を読み、豊富な仕掛けのバリエーションで攻める山本八郎に対し、生きた潮をいち早く見つけ出し速攻で仕留める宮川明。まず彼らの速攻性を考えた仕掛けの工夫を紹介しよう。山本八郎の仕掛けの特徴は、自作の円錐浮きを状況に合わせて多彩にローテーションする素早い仕掛けの変換、そしてなるほど仕掛けに見られるように抵抗が少なく違和感を与えることなく食い込ませることである。浮き下をワンタッチで変えられる自在浮き止めの作り方を紹介しましょう。 1.55 のハリスを50センチ程度スプールから出して、クッションゴムを通しておきます。 1.25 のハリスを30センチほど切って、上から下へ三つ編みで編み付けていきます。この時元糸が緩まないように張っておくと、うまく編み付けができます。 7,8 回編み込んで、真結びで 2,3 回ほどけないように結んでおきます。頭を持って動けば OK ですが、この時きつく締めすぎるとハリスに癖がつくので注意してください。
通しておいたクッションゴムを編み付けのところまで持ち上げ、とっくり結びで固定します。再度編み付けを 2,3 回し、真結びで3回留め、カットして出来上がりです。上に動かすときはクッションゴムをつまんで行い、下に動かすときは編み付け部を持って行います。下に強く引いても動かない程度の強さにしまっていれば、浮きが当たってもずれる心配はないので、締め具合をチェックしておきます。道糸でまず輪っかを作っておきます。1.2 号のハリスを下から上へ2回通します。道糸とハリスを軽く引っ張り、次に道糸を伸ばすとハリスが返り、2本とも同じ方向に向きます。傷がつかない程度に締めておき、5ミリほど糸を残し、カットして浮き止めの出来上がりです。魚が食えば浮き止めが浮きを通り抜け、完全誘導となって抵抗を与えず、食い込みを良くするのがこの浮き止めです。宮川明の仕掛けの特徴は、よく飛び、小さな当たりが取れることを主流に考え、2段浮きを多用する。円筒タイプのトーナメント0号を道糸に通し、浮きゴム2個を入れ、道糸とハリスを直結する。固定でやる場合に、爪楊枝のこういうふうに切ったやつを2個用意します。浮きゴムを下がらない状態をここで作っておきます。そしてもう1個で固定の状態をこれで作ります。最初にこの、浮きゴムを2個入れておくのは、この今はこれから釣り始めるわけですが、これをどん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 発展させていくために、この浮きゴムが2個あります。そして今最初これでやってて当たりが取りにくいようであれば、この下のここに用事で今止めてます。これに当たり浮きを刺して釣ります。で、このその時にはこの爪楊枝を取って、これ後から説明しますが、取ってこれは全誘になります。そしてこの当たり浮きがで取っていくわけです。そしてもっともっと食い代わりっていう時には、この当たり浮きを円錐浮き、潜水のようにこうゆっくり餌の沈むスピードに合わせて沈めていきます。それをずっとこう変化さし釣りをやっていきますんで、山本は全体に軽めの巻き餌に仕上げるほどグレの食いが長続きすると考えている。宮川は比重の異なる巻き餌が海の中でスロープ状に沈む方がグレの食いが良いと考えている。広範囲に探る2人の巻き餌配合は円筒が可能で正確にポイントに届くことを考え、巻き餌作りはポイントによって状況を見て配合する。ある程度こうまとまりができるようにね、尺でこう作って、あんまりこうばらけない程度に押さえつけたらまとまりがあるようなね、こういうのがいいと思います。
そしてべちゃべちゃになったらまた配合餌を追加していただいて、ある程度の硬さポイントまで正確に飛ぶような仕掛け、とにかくグレツリーの場合はこの巻き餌が一番と思います。僕の場合はもうそれを一番に考えてますのでね、巻き餌がなくなったらもうグレは釣れませんのでね。少し硬い目ぐらいのものを作っておいてですね、円筒、超円筒を背中の時のために最初からあまり万全というかあまり柔らかすぎる餌は作りません。少し硬い目の餌が、少し水加えるだけでね、どういう風にでも混ぜられるし調節ができるっていうことで、そういう風に硬さとしてだいたいこんなぐらいにね、ちょっとこういう風にすると綺麗にまとまるようにこんなぐらいですね。ステージが異なればタックルや仕掛け、そして巻き餌の配合も必然的に変わってくる。まず彼らのホームグラウンドの釣りからその違いを見ていただきたい。60年代大暮れブームで一躍脚光を浴びた四国南西部武者泊。この複雑な潮の流れの中で釣りこなすグレ釣りは、潮の読みが釣果を大きく左右するステージと言われている。この四国屈指のグレ釣りのメッカ武者泊をホームグラウンドに活躍する山本八郎、刻一刻と変化する潮の動きを見極め、状況に合わせた彼の攻めと仕掛けのバリエーションに注目していただきたい。10月下旬、餌取りの活性がより高くなる秋本番。今回の釣行は餌取りを交わし、一匹のグレを釣り上げるまでの状況判断と多彩な仕掛けのローテーションをテーマに、名称アブセに図書をする。当日沖からの風が強く、まず浮きの選択に工夫が見られた。さて仕掛けなんですけどね、今日は私ね05っていうのが好きなんですけれど、ちょっとこう風がね逆になってるような感じで、ちょっと重ための浮き、円筒浮きを使いたいと思います。そして、ある程度潮に乗せないかんから B ぐらい、 B から2っていうことが標準になるんですけど、僕の場合はもう一つ浮力の少ない2号っていう役を使いたいと思います。そして状況に合わせていろいろ浮きを変えるっていうことが一番と思いますのでね、まあ、最初はこれからやってみたいと思います。まず磯際の笑いの沖の方に餌を巻いて、潮がどう流れてるかを確認します。今はあんまり流れてないんですけど、わずか満ち潮右の方へ取ってるような感じです。ですからやはり巻き餌も打つ位置をこちらへ打つかこっちへ打つかということで、右か左かということを確認して、仕掛けを入れる位置も変えていかないかんと思いますね。ですからこの場合巻き餌をこの笑いの切れ目と笑いの発生位置、そこへ打って、そしてその流れを見ながら仕掛けを入れてみたいと思います。釣り始めは浮き下三広、さらしの切れ目から仕掛けを入れ、潮に乗せて流し始める。風と潮によって道糸に抵抗が加わり、浮きの流れを妨げる。この風によってこの道糸の修正っていうのが大事と思うんですけどね、このさらしのこの右側やった場合は仕掛けが手前来るので、できるだけ左側の方から晴らしていく方が理想と思うんです。竿先はもうできるだけ風の方向に向けるっていうことですね。このさらしの強い時とか少ない時によって、この
竿を上げたり下ろしたりします。常に道糸修正をして刺し餌を先行させ潮筋を外さないようにする。ちょっと餌が残っている状態ですからね、浮き下をちょっと深く取ります。一広ぐらい深くしました。浮き下を深くする場合は重りも上に上げて針から重りを離します。ちょっと浮き下深くしたら餌取られるので少しだけ浅くします。半広ぐらい浅くしました。トビウオが多いときはもう沖に巻いて沖釣ったらダメですね。やっぱりもう手前狙いに切り替えます。たった一匹のトビウオから状況を判断しすぐさまポイントを変更。さらしの際を攻めるが餌取りの活性が高く再び仕掛けを変え沖を攻める。ちょっと潮が早いなったのでね、2号の沖から、ジンタの2号の沖からね、2B に変えて、ちょっと深くして、重くして、そこを近くを狙いたいと思います。表層にはトビウオが多く、仕掛けを早くなじませるため、2段沈で先ほどより深く、ヨヒロで沖を攻める。ちょっと遠方を釣るのでね、巻き餌と仕掛けが一致しにくいので、バラバラにして沖の方へ巻きます。そしたらどっかで仕掛けが合うでしょう。棚を深くして遠くのポイントを狙う場合、巻き餌と刺し餌の同調を考えた巻き餌の手直しと巻き方にも工夫が見られる。何頭か沖のポイントを狙ってみるが、沖にはやはりトビウオが多く、再度さらしの切れ目にポイントを変更。 2,3 頭でポイント、仕掛け、そして巻き餌の打ち方を変更し、グレの食う棚を探し続ける。一頭ごとにあらゆる状況を観察し、攻略パターンを考え食わせた一匹のグレ。沖、さらしの切れ目、急ぎ輪の3箇所のポイントローテーションで、少しでも活性の高いグレを一匹ずつ拾い釣りする考えである。やっと釣れました。内蓋ですね。浮き下ね、今まで深くしてやりよったんですけれど、ちょっとはね、大きく流しても飛びようばかりということで、そして、浮き下を見拾うぐらいにして重りを
ちょっとずらしてね、下へ。そして一発目にこれが来ました。活性の低いグレをあらゆるバリエーションから引き出した山本にやっと笑顔がこぼれた。この潮がね、速くて、デサがついたままでずっと沖まで流していっとったんですよ。最高150メートル流しても飛びようだったんです。それで、これではあかんということでね、手前のこの晒しの沖を、パラパラっと巻いて、そしてそこに流していたらね、いきなり竿にギュンと来たんです。やっぱりこの浮き下見広ぐらいでこう魚が浮いとったんかもわからないのですけどね、まあそれ仕掛け降下したっていうのは正解です。重りはね、先ほど 2B の浮きにしたのでね、ここに2号の浮きを、これは B やね、 B1 個と2号1個とそして6号1個打って、やっぱり潮の抵抗が結構あるので、これで十分あのなんて仕掛けが馴染んでいってます。あまりこれをね、重りを打たんと完全ふかしの場合は仕掛けが浮いてね、まだ飛び魚が来るような感じがして、ちょっとこう沈めた方がいいようですね、今日は。またそれで餌がついた状態だったらまた深くするということで、もう 2,3 投放ってそれがあの通用しない場合は次のパターンということで、もう先手先手で攻めていたいと思います。沖のポイントを攻めるが、当たりがないまま刺し餌が取られ始める。当たりがないのにか餌取られてますのでね、当たりを出すために重り負荷が小さく、サイズも小さい感度優先の浮きに変え、沖を攻める。潮の流れと同じ方から道と引っ張る方がいいのでね、風の抵抗を利用して一直線にします。お、来た。潔やね。グレーかと思ったら潔でした。これはグレーやな。サギの大きいやっちゃう。あ、いい当たりだったけん、グレーかいなと思ったら一
潔の大きいやつ。やっぱり潔自体もある程度群れできますからね。やっぱり潔の群れが大きいほどグレはやっぱりそれに浮いてきませんのでね。でグレがもっと活性があったら十分釣れるんですけれど、今の調子だったらこれお腹も今一つ一やし、口太もそう釣れてないし、ということは潔の方が強いんかもわからんね。だいたい潔って言うたら4キロ5キロで釣るのが標準なんですけれど、なんかこう2キロ前後で釣れてますからね、まあ、そのうち大きなのが釣れると思いますけどね。次はお腹です。結構ポイント深いになったのでね、もう浮きを沈ませていきますのでね、これを浮力ないやつにします。ゼロゼロっていうやつですね。浮き止めはもうなしです。ちょっと沖流しても今飛び魚が多いので、ちょっと際で餌取りと一緒に狙って見ようと思うんですけどね、その中にやっぱり渦墨に混じってなんか違うような魚がおるんです。それで思い切って広広前後でね、際を狙ってみたいと思います。いつものパターンだったら浮いてくるんやけどね、ぐれぐれお腹ですよ。やりました、お腹です。浮き下やる日ですね。やりました、ついにお腹です。この日はね、風が非常に強かったんです。そして巻き餌と仕掛けが一致しなかったのでね、巻き餌を薄く広くね、パラパラっと巻くようにしました。そして先を沖の入れてみたり、潮下を入れてみたりして、2、3回当たりがない場合はね、早めに、仕掛けを入れる位置を変えたり、また浮き下を変えて狙いました。ずっと沖の方に流した時にはね、トビウオが連発してきましたのでね、これは浮き下が浅いなということでね、浮き下を4キロ、5キロと深くすることによって、グレーの顔を見ました。このね、浮き下調整っていうことはね、釣り人にとってまたグレがどこに今おるか、どの棚でおるかっていうことがね、一番大切なことでありね、またポイントをね、変えていくっていうことも大事だと思うんです。まあ、急ぎ場とか、それから晒しの中、潮下と、いろいろなところを狙って、そしてグレを一匹釣るっていうね、楽しさ、難しい点もたくさんあると思うんですけれど、いろいろガン玉の位置、それから浮き下、潮の流れを読んで、そして一匹釣るっていうこの楽しさはね、何とも言えません。釣れたっていう感じでなしに、釣ったっていう感じでね、グレを仕留めたことによって、楽しさは倍増すると思うんです。